はい、どうもこんにちは、こだまです。今日はですね、来シーズンのことについて、決定したので、まあ、緊急じゃないですけど、まあ、動画を撮影、してます。まあ、この動画を撮影するにあたって特に準備を特にしたわけじゃないんで、自分の思いをうまく言語化できるかどうかわからないですし、うまく自分の思いを伝えられるかどうかちょっと不安なんですけど、まあ、自分の言葉で話したいなと思って皆さんにお伝えしたいなと思ったので、ぜひ聞いてください。来シーズンのことなんですけど、まあ、そもそもまずサッカー選手の契約って、まあ本当選手個人によって違うんですけど、まあ、1年契約、単年契約なのか複数年契約っていう2種類があると思います。まあ、どっちにしろ大体シーズン終わる12月、今年で言ったら12月4日の直前、直後ぐらいにクラブの方と面談、話し合いみたいなのがあります。そこで、1年間の自分の評価っていうのを受けます。簡単に分かりやすく言ったら、数字的な、目に見える数字的な部分ですね。ゴールキーパーで言ったら、どれだけ試合に出て、どれだけ失点数があって、セーブ率とか、まあ、細かい数字とかを出されることもありますし、自分のクラブからの評価っていうのを受けます。まあ、その評価と同時に、その上で、来シーズン、僕、児玉剛とどういう風にしたいのかっていう意思、提示っていうのを受けます。まあ、来シーズンも児玉剛と契約したいのか、それとも契約満了なのか、それとも契約はあるけど他クラブにレンタルなのかとか、クラブとしての意思提示っていうのを受けます。そして、自分自身の意思の上で来シーズンのことを決めていくっていう風な流れです。自分の意思とか条件面とか、クラブへの希望要望とかは、大体代理人を通してクラブに伝えることっていうのがよくあるパターンなんですけど、だけど俺は今年の頭から代理人を辞めたので、まあ、その辺のクラブとの話し合い、具体的な金額とか交渉面含めて自分で話し合いをしました。今年で僕プロ13年目のシーズンでした。33歳、34歳のシーズンでした。まあ、決して若くないし、ピッチで活躍してバリバリやって、もう目に見える結果が必要だというふうな気持ちで臨んだシーズンでした。試合に出れた数っていうのはもちろん分かってます。まあ、それ以外の部分でどうだったのかっていうのを振り返ってみたときに、決して満足できるものではないけど、まあ、少なからずファン、サポーターの方に向けて、まあ、児玉が試合に出たときにやれんのかと、どんな選手なのかっていうのをある程度は見せることができたんじゃないのかなっていうふうには思ってます。だって、一昨年と去年もうほとんど試合に出てなかったから。で、来年の契約のことなんですけども、継続して FC 東京でプレーさせてもらうことが決まりました。もちろん、監督の意向だったり、選手の編成、そういうところももろもろ全部含めて、総合的に判断しての決断です。もっと試合に出たい気持ちはありますし、ピッチの上で活躍したい気持ちはあります。その上で、それと同時に、2022シーズン一緒に戦う仲間、最高の仲間と共に最高の1年間にしたいという気持ちで、いっぱいです。どれだけクラブに価値を提供できるのかっていうのが勝負になってくると思うので、ピッチ上でしっかり試合に出て勝ち点取って、チームを勝たせるような活躍をすることはもちろん、それ以外の部分、 FC 東京っていうクラブの価値、そして、まあ、サッカー選手っていう、プロサッカー選手っていう職業さえの価値も上げられるような、そんな選手になりたいなっていうふうに思ってます。去年、一昨年と、まあ、ここ数年間コロナの中で本当に規制が多い中、サポーターの皆さんに支えられた、年だったと思います。2022シーズンはもうタイトル取って最高の1年間にしましょう。 FC 東京ファンの皆様、そしてサッカーファンの皆様、そして児玉剛を応援してくれる全ての皆様、2022シーズンも、よろしくお願いします。共に戦いましょう。